昭和の駄菓子昭和懐かし博覧会2007年2月17日駄菓子とは、茶席や贈答にも使われる高級菓子に対し、主に子供向けに製造販売される安価な菓子のことである。元は江戸時代に雑穀や水飴などを材料に使って作り上げ、庶民の感触として食べられていたのと、安さもあり一文菓子と呼ばれていた。地方の藩においては、 常備食として蓄えていた、欲しいの払い下げを行っていたことから、それを材料とした駄菓子を作り上げ、今も売られる伝統的な郷土菓子として定着した地方もある。駄菓子という名称は、高級な植菓子の対象として付けられたもので、関西地方では雑菓子とも称されている。この頃の駄菓子は、製造に用いる材料が制限され、高価な白砂糖などを用いることは許されなかった。 現在、高市として売られているものは、明治からの流れを受け、戦後に発達したものがほとんどで、その種類も豊富である。また、小遣いが少学であることが多い子供でも手が出やすいようにほとんどが5から30円程度の極めて安価な価格設定となっている。パッケージに自動に人気のスポーツ選手やアニメキャラクターを使用するものによってはくじ引きができ、当たりが出れば、 おまけがもらえるといった工夫がされているものもある。流通経路として、昭和期には駄菓子屋が全国の街角に見られ一時代を築いたが、社会事情の変化で現在は少なくなり、近年はコンビニエンスストアや大型ショッピングセンター、スーパーマーケット、菓子専門店チェーンなどに販売の中心が移った。カッコ内は尾行。不可あんこ玉。ありがとうございます。